どうも、菅大地です。ということで、今回はですね、大地ゴルフ TV 久々の海外ラウンドでございます。大地ゴルフ TV in タイランドということで、今日はですね、バンコクから1時間弱のところにありますリバーデールゴルフクラブ来ております。こちらのコースは聞いたところ2022年、プロのナショナルの試合もやっているということで、戦略性も高く難しいホールだと聞いております。まあ、タイは今12月に来てるんですけど、この時期はタイの中でも比較的過ごしやすいということですが、まあ、この動画が配信されてる頃私は入院中かもしれません。そうなんですね。そうです。多分病室でこの動画を編集して配信をしてると思いますが、タイのゴルフの魅力をお伝えしつつ、今年最後のゴルフをね、締めていきたいと思います。意気込みはありますか、君？タイのゴルフ、タイを感じれたらいいなと。タイを感じられたいと、うん、もう随所にタイは感じられるんじゃないですか。そう、キャディーさんがやっぱり、ね、カート1人1台、キャディーさんも1人につき1人っていう感じなんで、うんうんうん、それがタイゴルフの特徴というか。頑張りましょう。ナンバー7、414ヤードパー4、左ドッグレッグらしいです。ただ左は OB。ちょっと右目、おお、フェアウェイです。何でしょう。ほう、いい方向、うんうん、いいんじゃないですか。ありがとうございます。うん、グッショ。141ヤード9番やん。グリーンが見えます、セカンド地点。あっと、トップシャンク気味、バンカー。はい、91ヤード、58。おお、タイで初シャンク。マイペンライ。うん。精神的ショックが。マイペンライってくれてますよ。57ヤード。いや、ちょっと自分の感覚に愕然するね。あんだけシャンクするか。うん、なかなか激しめのやつ出ましたね。うん、上の段ってことなんですかね、これは。バンカーですかね、たくみくん。うん、ちょっとオフ、下りのスライスですかね。おー、切れる。ちょっと思ったより行かなかった、前に。やーばい。うん、惜しい惜しい。うん、ちょっと押した。いや、ちょっと頭が真っ白今。さっきのシャンクでアホになった。ナイス。8番ホールパー3です。こちら手前の池に囲まれたグリーンと左奥のグリーン、好きな方を選んでいいということで、もちろん手前でしょっていう感じですよね。ホールインワン賞5万バーツのギフトかな。 S 行ってます。
ギフツって書いてある。ギフツ分からないけど入れましょう。じゃあピッチングで135ヤードでしたね。どうだ。残念。いやちょっと上げてる。おナイスナイス、良さそう。おーナイス、ど真ん中。これはちょっとつまずくと池に落ちますね。鯉がいっぱいいます。そこから行く、そこもそこでちょっと難しい。さあドロップエリア第3打目入れたらパー。うまいぞ、入るぞ。なー、転がる。グリーンがね結構転がります。なんかちょっと段がありますね。登って下ってるんですか最後。おーよ、いやーおし、オッケーオンライン、ナイスパー。サッカーのあのスペイン戦のギリギリセーフ、うん、ギリギリセーフよ三笘くんのやつ、うん、しっかり入れてます。ナイス。433ヤード、ミドルが長いですね。てか全体的に長いですよね。左は OB だそうです。左は OB。右は池？右池。うん。ナイス。ありがとうございます。この辺か？ナイス。南国感ありますね、このティングエリア。あ、なんかリスみたいなのがいる。向こうにちょんちょんしてる。あ、左 OB という情報ですが、これ高級住宅街に打ち込んだ。完全にこの左に飛んできましたけど、なぜだかフェアウェイ真ん中にいます。173ヤード7番ヤン。うわピンマッシグラじゃないこれ。わあちょっと良かったラフ。144ヤード9番アイアンです。いいよ。ああちょっと前。まあありがとうございます。おお。珍しい。こいつらのせいでどこかわかんない。花が咲いてる。おお、それは予想外。なんか状況は悪化してます。この下りの段で止まるんでしょうか。うわー止まっちゃうか、上で止まっちゃうか。もう一回楽しめる。どうなるか分かりません。これは止まるんでしょうか。あーそっち行く、そっち行く。あらまー、パーパット。わあ重たい。本当だ。逆目でした。フックなんだ。ナイス。堤防ボボギー。気持ちフック。気
持ちフック、おー通り過ぎた、強すぎたねこれはね。うん、ダブルボギー、いやトリプル、おーちょっと厳しいホールになりました。はい、10番423ヤードです。タイゴルフの初日からあの体に残るすごい悪いシャンクしましたそれによって僕の今体はもう初日からもうだいぶやばい状態になってます、うん、だいぶシャンクしましたね。いや左ずっと行けた423ヤードはちょっとだいぶ厳しいですけど、うん、右バンカー方面だいぶ避けてしまったよこれ。ああ、バンカー手前なんですね。ラフですかね。うんうんうん、これはだいぶ視覚的プレッシャーがありますよ。お願いします。お願いします。僕もちょっとビビって左振れませんでした。うわー、まっすぐ。え？波紋は立ってない。よくそこにありましたねっていう。はい、160ヤード7番ヤン。おお、うまく打ちました。フェアウェイ、フェアウェイに刻んだ。146ヤード、9番。おお、いい方向ですよこれ。おお、ちょっとでかい。第3打目66ヤード。グリーンはうねって見えます。うん。しっかり上げた。ほう。ビューティフル。ピッチング。チョイスラか、ね、伸びますね。パーバット、うわー、カップ寸前かわされた。パーバッツ、ナイス。何ヤードでしょう。151アゲンスト。フォローでしょ。フォロー9、8番。8、おお、ピンチョイ左。カットしきれず、でかっ。8番アイアンでいきます。体感アゲンストですけど、上空おそらくフォローだと思います。よっ、完璧、完璧です。仲良くなってる。さあこれは激しいですよ、上の段から。そっから落ちてきて、あ、ブレーキブレーキブレーキ、あー、ナイス。うわ、ナイス、ナイス、パー。転がりしましたね。バーディートライ、下りスライス。どうした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 、壊れた、完全に壊れた、打った瞬間今壊れた。それはきっちり。ナイスパッ、巻いてない、374ヤード、ちょっと短め。
うわ完璧。うん、ナイス。左のバンカーはちょっと入る距離、右バンカーまでは300ヤードちょっと。OK、右バンカー方向に。風はややフォローですからね。124ヤードピッチングです。2段グリーン、上の段にピンがあります。うん、いいんじゃないか。アイアンが切れてます。切れ切れです。105ヤード。はい、ちょっと薄い。なんでそうなってしまうんだ。もうシャンクの恐怖しか頭によぎらないね。怖いですね。ちょいオーバー。うまい。どうぞ。上りです。ゴー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 、いいよ。ほほほほほほ、ナイス。すごいすごい、みんなすごい、あの抗議してくれたの。うん、すごい弾かれ方したね。ナイスパッ。うん、でも早いグリーンが早くなった気がします。